アマゾンプライムエアとはアマゾンドットコム社が開発を進めるドローン宅配便による輸送計画である。2019年後期に一部都市で開始される予定だったが、2020年7月現在の時点で実用化には至っていない。計画ではドローン宅配便を利用して注文から30分以内に荷物を注文者へ輸送するものとなっている。 30分以内の配達の対象となるのは、重さがコッポンド以下かつ専用の貨物ボックスに収まるサイズの荷物で、配送場所が配送センターから半径10マイル以内に位置する場合のみである。2013年、アマゾンの CEO であるジェフ・ベゾスは60ミニッツのインタビューでアマゾンプライムエアの計画について語った。アマゾンプライムエアーチームは、 アマゾンの新しい航空交通管理システムを用いて NASA とシングルヨーロピアンスカイ ATM リサーチの協力のもと試験を開始した。安全のためドローンは400フィート未満の低高度を飛行する予定となっている。ドローンによる配送では道路や決められたルートが存在しないため A 地点から B 地点までの経路が自在に設定でき車による配送とは大きく異なる。 アマゾンは自社の交通管理システムについてインターネットを介して接続するため同じ空域を複数のオペレーターが利用しやすいと述べた。2013年12月1日に発表された当初予定では自動化された無人航空機を利用して2015年からの運用開始を予定していた。プライムエアーとしてマルチコプターによる配送と 有人輸送機による運搬の2計画を有している。プライムエアでは顧客が注文した商品を30分以内に届けることを目標としており、商品を入れた専用ボックスがドローンにセットされてから顧客の家の前にそれを置いて戻るまでが全て自動で行われることを構想している。その際、各配送エリアの気象条件に応じて、 最も適した配送モデルが採用されるよう複数の輸送モデルの組み合わせを構想している。2012年、アメリカ議会は FAA の近代化及び改革法において議会は連邦航空局に2015年9月30日の期限を設け民間の無人航空機システムを国の空域システムに安全に統合することを承認した。2016年8月、 アメリカ議会は UAV の商用利用を認可した。2015年3月、FAA はアマゾンに対してドローンのテストを行うことを許可した。アマゾンはテストが許可されたドローンは時代遅れのものであると述べた。2015年4月、アマゾンは現行モデルのドローンによるテストをカナダで開始した。アメリカの規制ではドローンは400フィート以下の高度を100マイルマイチ以下の 速度、かつ操縦者が視認できている状態で飛行することとなっている。アマゾンは200の500フィートの高度を飛行させる予定だと公表している。計画では配送センターの半径10マイル以内の地点に重さ55ポンドのドローンを用いて5ポンド以下の荷物を50マイル毎時で輸送する。アマゾンはドローンを収容するための蜂の巣のような形状の建物の特許を取得している。 アマゾンが公開した動画によれば、ドローンの宅配用に設計された新たなフルフィルメントセンターが必要となる。2016年12月7日、アマゾンはイギリスのケンブリッジにドローンを用いて初めての宅配を行った。2016年12月14日、アマゾンは公式 YouTube 上にて宅配の様子を公開した。アマゾンプライムウェアのドローンは制御や 通信のためにインターネットへ接続する必要がある。ブルッキングス研究所はドローンが収集した情報がどのように使用されるかは不明であると述べた。ピッツバーグジャーナルオブテクノロジーローアンドポリシーは自動的な障害物検出システムや GPS、ギガピクセルカメラ、高解像度の画像などによって情報収集が行われていると報告した。ありがとうございます。